始まる前にチームの中でゲームプランとかは話されてましたか？まあそうですね、まあ、実力差がある相手っていうのは分かってたので、まあ、最初からそのしっかりディフェンスして、まあ、点差を広げていこうっていう話はしました。でも先ほど言ってた通り、その高さを生かしてリバウンドとかシュートとかたくさん見られたと思うんですけど、自身のプレー振り返ってみていかがですか？まあそうですね、身長差もあったんで、まあ、そこはちゃんとできたかなと思います。さすがリバウンドを聞けますけど、次の相手はまた影響平成だと思うんですけど、こちらに向けて意気込みとかありますか？まあそうですね、まあプレーをまだ見たことがないので、まあ、実力差がどれくらいあるのは分からないんですけど、まあやまあ、対峙してみたときに、まあ、力の差っていうのがあったら、まあ、そこもしっかり今日みたいに、まあ、点差つけられる試合にしたいと思います。確かに今日もずっと点差を離したままゲーム進められてたと思うんですけど、今日新チーム初めてのメンバーの構成だったと思うんですけど、雰囲気的にはいかがでしたか？まあそうですね、まあ、その全員が何でもできるっていうわけじゃないので、まあ、自分 の, そのプレーを活かせるところでしっかり点を取っていくっていうような、まあ、引き締まってると思います。自身の課題とかは何かありますか？課題、まあ、そうですね、コミュニケーションのところでやっぱりそのミスが起こって点取られたりしたので、まあ、次からそこはまあ意識するだけで改善できると思うので改善していきたいです。リバウンドとか中での当たりの強さとかが強みってだと思うんですけど、自分の強みとか今後の展開とかありますか？まあ、そうですね、今スクリーナーっていうポジションが結構多いんですけど、まあ、しっかり自分でドリブルついて点取れるようになってて。ありがとうございます。何か言い残したことありますか？残したことありません。ありがとうございました。お疲れ様でした。